8月26日発売のデッキビルドパック、バリアントスマッシャーズの情報が公開され、メメント、バルモニカに次ぐ3つ目の新テーマ、センチュリオンの詳細がついに発表された。モンスターを永続トラップ扱いで魔法、トラップゾーンに置くという珍しい性質を持ったテーマで、効果モンスターは、それぞれ永続トラップ扱いの場合に自身を特殊召喚できる共通効果を持っているため、魔法、トラップゾーンからモンスターを展開し、レベル12の超大型シンクロモンスター、センチュリオンレガーティアのシンクロ召喚を目指すのが主な戦い方となりそうだ。さらに、モンスターを永続トラップとして置く仕様が、あの人造人間サイコショッカーデッキとも相性がいいと、一部の界隈では話題になっているぞ。まずはテーマの特徴が詰まったフィールド魔法から見ていこう。スタンドアップセンチュリオンは、場にセンチュリオンモンスターカードがある場合は相手の効果で破壊されず、発動したターンの自分メインフェーズに、デッキからセンチュリオンモンスター1体を表側表示で置く効果を持つ。センチュリオンモンスターは永続トラップ扱いの場合、互いのメインフェーズに特殊召喚できる共通効果を持っているため、実質発動したターンにセンチュリオンモンスターをリクルートできるフィールド魔法となっており、さらにモンスターが特殊召喚された場合に、センチュリオンモンスターを素材に含んでシンクロ召喚ができるため、フリーチェーンで特殊召喚できる共通効果を活かし、相手ターンシンクロを狙うことも可能だ。センチュリオンプリメラはレベル4のチューナーモンスターで、召喚、特殊召喚時にセンチュリオンカードをサーチできる効果と、永続罠扱いの場合に特殊召喚できる共通効果に加え、永続トラップ扱いの場合、レベル5以上のセンチュリオンモンスターに破壊耐性を付与できる効果を持つ、サーチ効果持ちの下級チューナーということで非常に扱いやすく、フィールド魔法をサーチすることで他のセンチュリオン非チューナーを実質的にリクルートできるため、シンクロ展開の中核を担う3積み必須のカードと言えるだろう。サーチ効果発動後は同名モンスターを特殊召喚できなくなるため、2体並べてシンクロ召喚を複数回行うのは難しいが、相手ターンに永続罠状態から特殊召喚し、フィールド魔法の効果でシンクロ召喚を行うことで制約をすり抜けることが可能だ。センチュリオンプルーデアは、場の自身と手札、デッキのセンチュリオンモンスターを永続罠扱いで置く効果を持ち、プリメラを実質的にリクルートできるため、こちらも展開の初動として優秀なモンスターだ。永続罠状態から特殊召喚できる共通効果に加え、その後レベルを4つ上げることができるため、プリメラと合わせてレベル12シンクロにつなげることができる。1の効果を使ったターンは2の効果を使えなくなってしまうが、プリメラでフィールド魔法をサーチしておくことで、相手ターンに特殊召喚してスムーズにシンクロできるため、さほど問題はないだろう。センチュリオンエメトゼウスは、相手ターンに自分フィールドのセンチュリオンモンスターを永続罠扱いで置くことで、手札、墓地から特殊召喚できる効果を持ち、特殊召喚時の妨害などはないものの、繰り返し特殊召喚できるレベル8チューナーとして活躍できそうだ。そして、これらの展開を駆使してシンクロ召喚を狙うレベル12のエースモンスターがセンチュリオンレガーティアだ。特殊召喚した場合に1枚ドローしつつ、相手フィールドの攻撃力が一番高いモンスター1体を破壊できる効果を持ち、攻撃力2000以下に戦闘破壊耐性を付与することができる。騎士という名の通り、相手の一番強いモンスターを除去しつつ、か弱き者を守る効果を持ったカードだ。さらに、互いのエンドフェーズに手札、墓地からセンチュリオンモンスターを永続罠扱いで置けるため、素材となったプリメラを置くことで後続のシンクロ展開につなげることができる。破壊効果は特殊召喚時なため、フィールド魔法で相手ターンにシンクロ召喚して妨害として使うのが理想的だ。速攻魔法フェイスオブセンチュリオンは、手札墓地からセンチュリオンモンスターを永続罠扱いで置く効果に加え、レガーティアが特殊召喚された場合に、墓地から除外することでさらに墓地のセンチュリオンを置くことができるため、共通効果で特殊召喚し、フィールド魔法と合わせてレベル12シンクロを複数体並べるという、ダイナミックな展開が狙えそうだ。展開に余裕がある場合にプリメラのサーチ先の候補となる罠カードも優秀で、センチュリオンファランクスは、場の表側表示のモンスターカードを除外し、次のスタンバイフェーズに持ち主のフィールドに特殊召喚することができる、一時的な除去として使えるほか、メインデッキのモンスターと違って、永続罠状態から特殊召喚する効果を持たないレガーティアを、強引に帰還させる手段として用いることも可能だ。墓地から除外することでレガーティアを蘇生できる効果も持つため、同パックで再録される重力崩壊などのコストとしてレガーティアを墓地に送りつつ、蘇生によって再びドローと破壊を狙うというのも強力そうだ。ブルースセンチュリオンは、おなじみの何でも無効カウンタートラップで、場のモンスターカードをコストとして要求するが、永続罠扱いのモンスターカードを豊富に用意できるセンチュリオンなら、実質ノーコストで使うことができるだろう。
モンスターを永続トラップ扱いにできるテーマはビジョンヒーロー以来で、あちらも長らく強化が来ていなかったため、センチュリオンの登場で、永続罠カードと相性がいいカードが再注目されるかもしれないな。表側表示のカードをコストに展開するスネークアイとも相性が良く、初動札となるプルーディアがかがり火のサーチを共有できるため、ある程度意識してデザインされているのかもしれない。永続罠状態からフリーチェーンで展開できるため、かなり扱いやすそうなテーマではあるが、レガーティア以外に特殊召喚時の除去などがなく、現状は専用トラップや汎用シンクロモンスターに妨害を頼ることになりそうだ。レベル12をシンクロ召喚しやすいテーマなので、デスピアンルルはリリスや赤き竜を取り入れるのが良さそうだな。特にデスピアンルルはリリスはレベルだけでなく、墓地へ送られた際にリクルートできる光属性、魔法使い属にセンチュリオンプリメラがぴったり当てはまるため、こちらも意図されたデザインだろう。赤き竜は、レベル12シンクロと並べ、相手ターンにエンマ竜王、レッドデイモンから未定を出すことで、実質的な完全制圧ができ非常に強力だが、割とゲーム性を損ないかねないコンボであるため、素材の緩いレベル12シンクロを扱うテーマが増えたことで、カラミテイは何らかの規制を受ける可能性もあるな。仮にそうなった場合は、クエーサーやコズミックなど、往年の大型シンクロモンスターの活躍の場が増えるかもしれない。センチュリオンもバルモニカ同様、ウルトラレア枠のカードがまだ公開されていないため、さらなる続報が楽しみだ。また、人造人間サイコショッカーのリメイクである、驚異の人造人間サイコショッカーは、フィールドか墓地にトラップがあると特殊召喚でき、自身をリリースして元祖サイコショッカーを手札墓地から出せるのだが、先行でフィールド墓地にトラップを用意するのが難しく、かといってトラップを増やすと元祖サイコショッカーで腐ってしまうため、なかなか重症であったが、永続トラップとして場に出すのが基本展開のセンチュリオンは、驚異の人造人間サイコショッカーの召喚を極めて容易にするため、サイコショッカーデッキの救世主となる可能性があるな。ビルドパックさんのテーマは、後々環境上位で活躍することも多いため、センチュリオンが流行った際には、メタカードとしてサイコショッカーやトラップイーターを採用するのも面白そうだ。というわけで、俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。